はい、こんにちは。2本目すげえラフな感じ始まったけど、そう、前回というか、その前回との動画のスパンがどれくらいというかわかんないけどイエズミヤティアコのイオさんですよ。いやです、よろしくお願いします。ニューヨークのコンベンションで2位の賞を取って、で全身 90% ぐらいイエズミが入ってるイオさんそうで、今日そのまあ動画を撮るのメインで別に来てもらったわけで、関西に住んでるんですけど、東京まで来たらもうメインの目的が、洋服のあれなんていうんですか、イベントっていうんですか、パーティー、洋服のブランドのパーティー、はい、みたいなのがありまして、それに、来たやつもらった、来てもらったから来たついでにちょっと動画ちょっと撮らせてもらったみたいなんですよで、その服の、ブランドが何でしたっけ、これバッドステイン、アンチファッションですね。バッドステイン、アンチファッション、もう名前が攻撃的ですよね髪型ってめっちゃかっこいいじゃないですか、それ今日は黒と黄色と緑の頭をしてます、はい、おお、すげえ。何者なんだってね、絶対初めて見た人みたいな。バンドマンかなっていうふうに。そうですね、バンドマンではないですね。音楽とかできそうじゃん、ギターとかできそうじゃん。ギターとかは、そうですね、不器用なんでできますけど、一応音楽は、DJ 活動っていうのをやってますね。ああ、なんか写真見ました。大阪の方で。あとなんか、スケボー持ってる写真があったんですけど、はい、スケボーもやるんですか？スケボーはもう、全然上手くないんですけど、ただ、趣味として乗るぐらいの感じで。ストリートカルチャーというか、そういうのやっぱ。そうですね、まあ、スケートカルチャー大好きなので。今日そのパーティーがある洋服、はい、ちょっと伊代さんに飾ってもらおうかなと思って、みんな伊代さんのファッションかっけえっていうふうにコメントとかツイッターでよくもらうからなるほど、せっかくだからちょっと話してもらおうかなと思って、まあそうですね、今日ちょうどそのパーティーがあるっていうのもあって、うん、全身その服着てるんですけど、まあ、バッドステインっていうブランドで、大体80年代の後半から90年代の初頭にかけて、ほんの数年しか存在しなかったブランドっていうブランドなんですけど、これがもう本当に、なんていうんですかね、デザインとかもものすごいんですよ、ものすごい。最近ここに、今日ですね、もう顔にこのゴキブリのタトゥーを入れてきたんですけど、一応今この履いてるズボン、これめっちゃかっこいいですよね。このちょうどバッドステイン、その、ゴキブリ柄のパンツっていうのを履いてまして、これめっちゃかっこいいですよ、これ。でこのパンツっすね、これを見た瞬間に、なんだこの卑猥な気持ち悪いブランドはっていうのになって、結構生きてきてかっこいいですね、これ。かなりショックを受けたっていうような感じもあって、もう本当この服ばっかり着てるような感じなんですけど、自分は。で、そうっすね、これを写していいのかわからないですけど、ものすごく卑猥な T シャツも着てますちなみに全然見てなかったけど、そのファッション、なかなか攻撃的だな、ね、かなりパンチ効いてるデザインの T シャツとかもあって怖えで、一応今日その原宿であるイベントっていうのが、まあ、この当時ブランドを作ったデザイナーのシェーンっていうものすごい方が、今日は原宿のイベント会場にいるということで、まあそれでちょっと大阪からぶっ飛ばしてきたわけなんですけど、いいよね、このこのベストめっちゃかっこいいですからね、これこれはそうですね、これはちょうど今イベントを、している、自分の、まあ、大先輩にあたる、英二さんという方が、アメリカのフリーマーケットで、入手したベストを、譲ってもらって、でそれを自分でさらにカスタムしたっていう、まあ、ここにもバッドステインの、切り取って自分で逆さまにつけてるんですけど、これもかなりちょっと卑猥なデザインなんで、まあまあまあ、何の絵かとは、まあね、まあ、見た人の想像にあるんですけど、そうですね、むちゃくちゃこういう、まあ、ものすごい攻めたブランド、攻めてますよね、これ本当に、なんですかね、深くてですね、魅力しかないようなブランドなんですけど、かっこいいよね、これ、はい、これかっこいいな、これちなみにこれカスタムって、イモさん自分でやってるんですか？一応このスタッツとか、スタッツはもう譲ってもらった時からついてて、それはそのまま残したいなっていうのもあって、その
昔バンドをやってた人からフリーマーケットで譲ってもらったみたいな感じでアメリカのっていうふうに言ってたんで、まあ、それはその味はそのまま残したいな。かっこいいっすよこれ。ちょうど自分の好きなバンドであったりそういう部分の、カスタムになってたんで、でそこにちょっと手を加えたっていう。すげえなー、はい、これいいっすよね。これ一生着れそう。これはちょっと一生着たいなと思って、うん、かっこいいっすよこれ、はい、靴見る。これはですね、バンズのすごい古い、これかっこいいっすよね。これはちょっと脱いであれなんですけど、これものすごくいいものです。これはものすごくいいもの。この柄、このサイズ、同時物っていうのはもう本当にないんで、これはバンズの中でもかなりスペシャルな一品です。もうね、こだわりまくってる。どうしよう、俺なんかわけのわかんないメキシコなんて言ってメキシコ行ったことねえのにさ。そう、メキシコ行きも流れちゃったし。すごいね、やっぱ。でもキングオブタトゥーの時もやっぱイオさん見て、うわ、ファッションもめっちゃこだわってるみんなと思って、すげえダルキみたいな格好して自分がめっちゃ恥ずかしかった。ファッションはもうかなりこだわってますね。本当に好きなものしか着ないっていうようなポリシーでやってる。ちなみにイオさん今いくつなんですか、猫年齢は。あ、自分今あれですね、32今年になりましたね。じゃあ1個上だわね。あ、そうなんですね。実は、ケイナさんの年齢、実際知らなかったですね。今年31、それ。あ、今年30、ちゃんと1個ですね、ケイナさん。なるほど。ネロさんとかショウさんも全然年齢知らなくて。そうですね、ネロさんはもう少し。ネロさんはちょっと年齢不詳すぎるから、もうなんか。年齢不詳の方ですね。そうです。もう、かなり不思議な方なんであれですね。そう、バッドステイ。バッドステイ。愛してますね。限定ものが今もうすでに並んでるんですよね。今、ちょうど、その今日、今日限定で発売されるアイテムがものすごいものがまたあって、でそれをちょっと、まあ、どうしても手に入れたいっていうので、今からまあこの撮影終わったら並びに行くんですけど。全部攻撃的なんですか、このやっぱこういうなんかもう攻めた感じの。攻撃的であり変態的でありっていう感じですね。変態的なそのおバカ感というかもあったり、なんかもうすごいデザイナーの魅力が詰まってる。ストレートっすよね、はい。でもね、俺が心配です。このイベントもちょっと一緒についていこうと思ってるんですけど、浮くんじゃねえかな、俺と思って、そもそも。そこはもう、パーティーの雰囲気を楽しんで一緒に。こんな感じの人、だってそうですね、まあ、自分みたいに、ね、そのバッドステインを愛してる人たちがもう集うような、今日はパーティー。それはみんなすごい、もうやっぱ要はパンチの効いた人みんなもう、ものすごいパンチが効いてると思うんです。いや、調べたんですよ、俺。それじゃどんなパンチの人たちなのかなと思ったけど、そのバッドステインとしてると、もうみんなスーパーファンキーな感じの人で。基本的にはもうファンキーで、ぶっ飛んだ人たちっていう。そう、どうなんだこれ、俺浮くんじゃないか。僕はさっき友達に言ったじゃないですか。はい、パッと見めっちゃ怖いですからなってね。いや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 、そんなことないですよ。みんないい人ばっかりですし、普通にあの3人組やれたら誰も近づかんなっていう。まあド派手なベースですね。ド派手だし。そうです。でこのバッドステイなんですけど、そのデザインした、その80年代後半にデザインしたシェーン本人と、でそれを、日本に持ってきた方、すごいね、すごいっすっていうのと、あとは日本でそのブランドを愛しすぎて、日本の、デザイナーになった人っていうのが今回、主催をしてるんですけども、それが自分の大先輩でずっとちょっとお世話になってるような方なんですけど、すげえ別だな、その話だけに行くと思う。はい、それの方がエイジさんっていう人で、まあこれから会場に行って会いに行くわけなんですけど、まあ、その方がもうとにかくすごくて、とにかくすごい、もうファッションを本当に日本で一番愛している人だなって、まあ、自分は思ってますし、ものすごく尊敬してますし。そうですね、あのアメブロの人。あ、そうです、ね、ああ、はい、もうあの人の、考えというか、まあかなり影響を受けてて、でファッションに関しては海外にいるんですか、普段は。で海外ではないですけど、海外にも出張であったりそういうので行ったりして、で今回そのバッドステインを作ったシェーンさんを、連れてきたっていうような形になりますね。その方が日本語喋れるんですか、シェーンさん。シェーンさんはそうですね、そこまでは喋れないと思いますけど。あ、いや、会ったことないんですよ。だから日本に来たのが本当に初めてっていうので。おー、すげえなー。で誰も本当に会ったことがなかったんです、今まで。すげえなー。いわば30年間ほど、約
あの誰もその存在を知らなかったっていう感じなんですよね。どうやってそれ見つけてきたんですか。すごいですよね。本当にそれがすごいなっていうふうに思ってて、本当その話が聞いた時に本当なのかっていうのもあって、いやものすごいちょっと期待と興奮で今あれですか、変な話もみんな会場にいる人そのバッドステイフリークっていうか、そうですそうです、そうですよね、そのブランドの、もうオタクですっていうことですよね。もう全員がファッションオタクであり、そのブランド のオタクでもあるっていう。俺大丈夫か言ってたと思うんだけど、大丈夫、大丈夫でしょう、行きましょう。いやいや、もうちょっと大丈夫かな、行きましょう、そこ絶対会場になったら行ったらもう伊代さん知ってる人いっぱいだからそっちでも行っちゃう。そうですね、俺孤立しますからねまあ一応多分中には撮影 NG のような方もでもいるでしょうね、思いますし、まあいろいろあると思うんですけど、まあ、ただ今日のそのイベントに関してはもう今日日本で一番すごい会場になってると思います。す本当に助っ人篠さん呼んでるのはもう、はい、孤立しないように篠さん、はい、そうです、そう篠さん呼んでるんで、まあそんな来ないんだよね、仮眠取ってるとか言ってそうなんですか、3時には来るって言ってたんですけど待ちましょう。それなんてバッドステイ。俺もなんか、それ普通のショップっていうか、ポップアップショップとかだったから、普通になんか一応、ポップアップショップなんですけど、その限定の品が並ぶっていうので、まあ、争奪戦になりそうな予感です。なるほどね。今からは。なるほどね。T シャツもなんかいいのあったら見ようかなと思ったけど、そういうもうレベルの雰囲気じゃないと。そうですね。もう本当にマニアが、大喜びするようなアイテムを今回のためにそのスペシャルなアイテムを用意してくれたっていう告知があったんで、すげえな、これはもう行くしかないなと、もう吐き分け行くしかないですね。このハーフパンツめっちゃかっこいいですもんね。そうですね、このゴキブリのズボンがやっぱり一番気に入ってるんで、まあ、顔にも入れちゃおうっていうことで、もう本当に一生ものにしたいと思ったの。買おうと思ったらその、はい、ショップっていうかそういうのじゃなくて、はい、ネットショップで買えるんですよね今あれ。店舗っていうのがなくて、まあネットショップで今はこのブランドバッドステイは買えますね。誰でも。誰でも買えます。スマートフォンとかだからもう全然買えます。はい、大丈夫です。バッドステイって検索する。そうですね。ネットでバッドステイと検索すれば出てきます。で、その、自分がお世話になっている大先輩のエイジさんという方が、バッドステイについてであったりファッションについてのブログをしているので、アメブロでしょ、アメブロですね。それをぜひぜひ皆に見てもらいたいです。自分はあのカタカナでバッドステイってやると出てきますね。はい、出てきます。ああ出る出る。ああかっこいいですね。もう本当にかっこいいんで、もう中毒者なので、ね、このブランドの。どこで買えてる？これ楽天？そこではないです。一応ブログや英語で出ていただくと、ショップが出てきますね。なるほどなるほど。もうネットショップがそのまま出てくると思います。そこからブログにも飛べるっていう感じですね。ただまあすごい人気のもので数が少ないっていうのもあるので、あった。売り切れ。伝説のハードコア。ファッションブランド。そうです、それです。もう本当にその、20年以上前の、関東のバンドマンの方であったり、そういう方が、みんな帽子をかぶっていたり、まあ、T シャツであったり、このゴキブリのズボンであったり、そういうのを、着ていたっていうルーツがありますね。ゴキブリショーツ、はい、ソールドアウトで売ってない。そうですね、ゴキブリショーツ本当に人気のあるものは売ってないよ。ゴキブリショーツ普通には売ってないですね。2パターンからあるけどどっちもソールドアウトだ。そうですね、もう本当に人気のデザインというかやばいデザインってなるものは本当にすぐに、だってコックローチ系ほとんどソールドアウトですもん。そうです、ね、T シャツもソールドアウト。はい、なかなか残ってる方が少ないんじゃないかなと今は。あ、そうなんですね。そうですね、復刻しないんですかね、これってね。一応、そうですね、まあ復刻として出しているラインと、まあ、自分が今かぶっている帽子であったり、T シャツは当時のものっていうので、本当に30年ぐらい前の帽子や T シャツを着ているっていう感じになるんですけど。それかっこいいな、はい、すごい。これ、すごい。あ、そうです、その方、左の方が、エイジさん。これはこの方がシェーンさん。おーすげえ。この方が今その近くの会場にいるっていうので初めて会うので、ものすごい興奮してます。
もうどうしたらいいのかっていうまず何を言えばいいか。初めてなんですね。初めてなんです。エイジさんでしょ。いや、エイジさんは世話になってるんで、ね、はい、お世話になってるんで了解でしょ。はい、シェーン、シェーンですね。明日もやってるんでしょ。明日もやってます。明日もやってます。はい、先にこっちの動画出した方がいいのかな、そうしたらタトゥーの動画の前に先にこっち出した方がいいかもしれない。ああ、なるほど。したら明日ね。あ、すごいですね、もうそんなリアルタイム。でもそっちも多分あれですよね。俺明日、待って今何時書いてねえや。あ、明日の何時ですか。明日の、ね、ちょっと待ってくださいね。時間が原宿。原宿です。最寄り原宿。ただね、こっから場所探さないといけないんですよね。あ、なるほど今からそうそうですね。なんとなく場所も分かる、なんとなく分かるんだけど。そうですね、地図を見る限りではまあこの辺りっていうのは分かってるんですけど。そう、絶対この下手くそなキューティーハニーも音入ってんだろうなこの隣かどうかで流れてるやつ。そうそうそう、絶対入ってますよそれもよしとしましょう今日は4時からでしたっけ。今日は16時からですね。あれ一般のお客さんも16時から入るんですよね。一般もそうですね、16時からです、全員が。なので16時にはそうですね、みんなが一斉にわーっともう並んでると思うんで、もう少ししたら OK ですね。準備してますね、嬉しくないとそうですね、こんな原宿に来てくれるんですねすごいです。本当今忙しいから入る時に会わないと。ああ、そうですね。土日が動けないから今仕事が忙しすぎて本当昼の仕事って大変だなと思ってなるほど大変ですね。本当サラリーマンって言ったら頭いかれですすごいよねみんなすごいですね、そう考えると。ヤクザみたいな立てじゃないのキムショーツ見たな。それ売ってんのかな。これはまあ多分ないと思いますね。いやネットで売ってないさそうなものもでもあるかもしれないですね。はい、そうですね。ネットで売ってないようなものが今回会場限定で、それがちょうど昨日こんなのが出ますよっていうのが発表されて、そのラインナップがちょっとすごすぎてもう興奮しかないんですけど。黒ちゃんってやつかっこいいけど、このマップ売ってない。これちなみにソールドアウトしたらまた入荷するんですか。いや、なし。もうほぼソールドアウトすると入荷はなし。はい、あまりないですね。明日は11時から16時ですね。11時はい。夜も。あ、違います、昼前の。ああ、じゃあ昼間からもう。明日は11時から16時、ちょっと短いんで。で、今日がその16時から夜まででパーティーがあるっていう感じですね。なるほど、なるほど。まあ、そのパーティーにも。まあ、そこじゃあもう限定もらしね。そうですね。リオさん、せっかくの購買意欲。はい。というわけで、ちょっと、はい、もう急ぎ足でしたけど、ちょっとリオさんにファッションについて喋ってもらいました。はい。これがちょっとイベント行くんで。行ってきます。さようなら。また機会があればちょっと今度出てもらえると思います。はい、さようなら。ありがとうございます。